そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。しかし、ろくな修復もされてないとは、よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前でバハムートのドミナントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方なくだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさと妻しも。
聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。とにかく慎重に。何かいる。なんてこった。門番までアカシアになったのか。Oh!
大丈夫か？ええ。神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ。ん？全てのマザークリスタルを破壊した時、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。